令和2年11月1日鶴見緑地球技場にて 2020X リーグディビジョン3ウエスト秋季交流戦が行われます。本日の第3試合目クラブベアーズ対昭栄ブレザーズの試合は14時20分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側オレンジのユニフォームがクラブベアーズ、奥側ブルーのユニフォームが昭栄ブレザーズです。プレーナンバー1の1ベアーズキックオフ、キッカーは11番。昭栄リターン、昭栄陣15ヤード付近でボールデッド。ここから昭栄の攻撃と変わります。プレーナンバー1の2昭栄ファーストダウン10、ボールオン自陣15ヤード。15番ハンドオフから左オープンをデイライト、失礼、45番、約6ヤードのゲイン。プレーナンバー1の3、昭栄セカンドダウン4、ボールオン自陣21ヤード。再び中央へのランプレー、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の4、昭栄自陣25ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック10番、ワイドレシーバー6番へのパスでしたが、6番キャッチミス。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー1の5、昭栄セカンドダウン10、ボールオン自陣25ヤード。パス不成功。クォーターバック10番、プレイアクションから再び6番へのパス、しかしこれもキャッチミス。サードダウンに変わります。
プレーナンバー106翔英サード運転、ここでホイッスル。翔英前半1回のタイムアウトを取りました。翔英前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー1-6翔英自陣25ヤードからサード運転。ランニングアップ45番スクリーンパスをキャッチアンドラン狙いましたが、これはマークされており、ノーゲイン、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1-7翔英フォースダウン10パントフォーメーションを選択。キックによる陣地挽回、攻撃放棄を行います。このバントはベアーズ陣40ヤード付近でボールデッド、攻守交代となります。プレーナンバー1-8ベアーズ自陣43ヤードからファーストダウン10。中央へのダイブプレー、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー1-9ベアーズ自陣40ヤードからセカンドダウン7。ランニング枠10番オプションプレーのピッチを受け右オープン展開、しかしゲインはほとんどなし。プレーナンバー1-10ベアーズ自陣41ヤードからサードダウン6。
パス不成功。クォーターバック8番ドロップバックからワイドレシーバー2倍のパスでしたが、このパスはショートフォースダウンに変わります。プレーナンバー1の11、ベアーズフォースダウン6、パントフォーメーションを選択。ボールオンは自陣41ヤード。翔英リターン。リターナー6番、翔英陣20ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。プレーナンバー1の12、翔英ファーストダウン10、ボールオン自陣26ヤード。ランニングバック45番、トスを受け左奥タックルを突き、約2ヤードのゲイン。プレーナンバー1の13、翔英セカンドウェイト、ボールオン自陣28ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック45番、ハンドフから中央突破し、そのまま大きくゲインし、ファーストラン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。クリッピング、背後の膝元へのブロックをしました。このブロックは危険な行為として、特定のエリア以外許されておりません。重大な反則となり15ヤード抜体となります。したがって反則発生地点から15ヤード抜体し、ファーストダウンを獲得したとなります。ここでウォーターブレイクです。
プレーナンバー1-14翔英ファーストダウン10、ボールオン自陣47ヤード。クォーターバック10番パスを投じようとしてスクランブル、約8ヤードのゲイン。プレーナンバー1-15翔英、相手陣45ヤードからセカンドダウン2。ランニバック45番ハンドオフから左オープン展開、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえていました。オフェンスは相手選手を捕まえてはいけません。反則発生地点から10ヤード下がってセカンドダウンやり直しです。プレーナンバー1-16翔英セカンドダウン7、ボールオンハーフウェイ。成功、ファースター。クォーターバック10番プレイアクションからワイドレシーバー1番へのパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー1-17翔英、相手陣38ヤードからファーストダウン10。不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パスが浮いている間に相手選手に接触しました。この反則は重大な反則として取られます。15ヤードのバッターを受け、オフェンスは15ヤード前進しファーストダウンとなります。プレーナンバー1-18翔英ファーストダウン10、ボールオン相手陣21ヤード。
中央へのランプレー、キャリア45番、ゲインは約7ヤード。プレーナンバー1-19、翔英、相手陣15ヤードからセカンドダウン3。ランニングバック45番、パスを受けキャッチアンドラン、しかしゲインはほとんどなし。プレーナンバー1-20、翔英、サードダウン3、ボールオン相手陣15ヤード。パス不成功。クォーターバック10番、プレーアクションからエンドゾーンへのパス、ターゲット6番、しかしオーバースロー、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1-21、翔英、フォースダウン3、フィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー16番、キックレングス32ヤード、キック失敗、無得点に終わりました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー、プレーナンバー1-22、クラブベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣20ヤード。パス不成功。クォーターバック8番、ワイドレシーバー82番のパスでしたが、82番キャッチミス、セカンダウンに変わります。プレーナンバー1-23、クラブベアーズ自陣20ヤードからセカンドダウン10。中央へのランプレー、キャリア10番、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー1-24、ベアーズ自陣22ヤードからサードダウン8。パス不成功。クォーターバック8番、プレーアクションから89番へのパスでしたが、コントロールミス、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1-25、ベアーズフォースダウン8、パントフォーメーションを選択、ボールオン自陣22ヤード。パンター11番、このボールを翔英ファンブル。
抑えたのはベアーズ、したがってベアーズ攻撃権継続です。ベアーズファーストダウン。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブベアーズ0点ショーエイブレザーズ、失礼しました、クラブベアーズ0点ショーエイブレザーズ0点。攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。